こんにちは、荒木和弘です。令和2年9月13日日曜日、ショートメッセージの2番目、になります。今、ワイドビュー南紀で松坂に向かってます。次はもう松坂で、今、滝を出たところです。走ってて、行きに来た時も思ったんですけども、もう本当にこのお客が少ないですよね。4両編成の特急ですけども、1号車が自由席で、ガラガラです。今、滝で少し乗ってきましたけど、まあ、10人ちょっとぐらいかなと思います。で、熊野市から来る山の中ずっと高速が走ってるんですね。で、鉄道っていうのはもうこの鉄道会社が基本的にはインフラ全部整備しなきゃいけない。で、それに対して高速だったらば走る方は、まあ、ちょっと料金払えばそれで、乗れるということで、まあ、もう最初からすごいハンディキャップがある。車両もですね、安いもんではないですし、で、特にこのところ、まあ、風水が、台風とかですね、来て橋でも流通、流れてしまったらば、もう鉄道会社だけでは元に戻すのは極めて難しいということがあります。昭和30年代40年代ぐらいでも、水害を受けてもう復旧できずに廃線になった鉄道っていうのはいくつもありましたけども、まあ、この調子でいくと、まあ、最近も台風とかそういう水害 の被害も非常に大きいので、これからやっていけなくなる鉄道会社も多いんじゃないかなという感じがしています。特に、コロナで、お客さん当然減ってるわけですから、それによってですね、また経営を圧迫すると。で、私の友人で青山学院大の福井義隆教授の、本に、鉄道は生き残れるかっていうのがあります。で、福井さんはもともと JR 東日本に勤めていた、ことがあり、その専門経営学なんで、そういう方には非常に詳しいんですけども、鉄道マニアとして見ると非常にちょっと辛いものがあります。でも現実にはやはりそこに書かれているようなことというのは決して、無視できないものじゃないだろうかと。次から次へと整備新幹線作ったりしましたけども、その新幹線も結局ですね、やがてものすごい負担となってかかってくるのではないかという感じがいたします。松坂から先は近鉄と並走になります。これだけでももう JR としては非常に辛いところですよね。で、しかもこの特急以外に快速三重という同じ JR の快速、特急券いらないのがかなり速いスピードで走りますんで、お互いに食い合いしていると言えないことはない。鉄道好きな者としては少しでも鉄道残ってもらいたいですけども、なんか不自然な形で残るのも本当にいいのかなという感じはいたします。なかなか辛いところなんですけども、今日はこれから先は今度は近鉄乗り換えて行きたいと思います。そろそろ松坂です。今日もありがとうございました。